本日は2021年7月2日金曜日8時12分に撮影しております。仕事を休んでしまいました。当日欠勤をしてしまいました。なんか憂鬱でもうダメでしたね。今回は続くかと思いましたが、一応7日間実働勤務しているんですよ。7日間毎日出勤する前は比較的、まあ多少憂鬱ではありましたが、仕事に対するモチベーションも高かったですし、未経験の仕事ということで仕事に対するモチベーションは高かったんですよ。ただ休み明け、今日休み明けなんですよ。それでちょっと朝起きて憂鬱度がかなりあって、行きたくなくて、本当は行かなければいけないのですが、自分の中で会社に出勤するまでの間にいろいろ今後のことについて考えました。当然ね、辞めるという選択肢もありまして、もう勢いでもブッチしようと思いました。ただね、それはさすがにね、正社員ですし、もう正社員とかアルバイトとか派遣でもね、当然ブッチしてはいけませんので、最低限人として筋を通したかったので、一応欠勤の連絡を入れまして、欠勤の理由はあの理由です。言えませんが、あの理由で休みました。分かってくれる人は大体、ああ、あの理由なんだなということは分かってくれる、理解してくれるのではないでしょうか。まあ、いつも通りの理由です。もうね、7月の下旬に自動車の任意保険の支払いがあるんですよ。そしてね、家賃の支払いもまとまった支払いもありますので、しかも、使用期間はありますが、入社日から社会保険加入していただいたんですよ。ありがたいことに。なので、もし仮に、わずか9日間、実働7日間で辞めると、社会保険が引かれて振り込まれるので、任意保険絶対支払えないんですよ。なので、行かなければまずいというのは分かっていたんですが、もう本当にギリギリ悩みました。悩みましたが、もう自分のメンタルの弱さで行くことはできなかったです。なので、せめてもの妥協案として、もういつもの理由で休んでしまいました。いつもの理由は言えません。ご察しください。なのでね、本当に今さっき15分ぐらい前に会社の方に電話を、欠勤の連絡を入れました。これから今後気持ちがどのように変化するか分かりませんが、出勤するのかしないのか、正直全く今後のことは分かりません。本音を言えば出勤したいんですが、出勤する自信もありません。なので、会社に連絡入れる前まで、実は某求人情報サイトでバイトを探していました。もうそれぐらいちょっとやばいメンタルの状況で、バイトに応募するかもしれませんし、ただね、言えることは、しばらく会社を休むということです。まあ、とりあえずね、欠勤の連絡入れましたので、この後ね、気持ちを切り替えるために、危機感がないだろうと言われるかもしれませんが、この後、やる気のスイッチを入れるために、マックへ行ってきます。朝マックに行ってきます。ただいまの時刻は、7月2日金曜日、8時36分となっております。ですね、トイレに行ってきまして、マックへ行く準備は完了いたしました。お前危機感ないだろうとか、ふざけてるだろうと思われるかもしれませんが、ふざけてないです。本当に自分自身のメンタルでは甘えと言われれば、もうそれは否定はいたしません。もう憂鬱でメンタルが、乗り越えられるメンタルがありませんでした。今やる気のスイッチがオフなので、やる気のスイッチをオンにするために、気持ちを切り替えるためにマックへ行ってきます。そしてですね、本当に今日行く予定だったんですよ。行く予定で昨日山岡屋に行きまして、山岡屋の近くにバローがあるんですけども、バローで
お昼休みにお昼ね、会社の近くにコンビニとか本当に何もないところに職場がありますので、お昼バローで買ってきたんですよ。バローでカレーパンと5つに切ったロールケーキを購入してしまったんですよ。本当に行く気で気持ちを盛り上げるために山岡屋で期間限定のうま辛なんとかラーメンを大盛りで、トッピングでほうれん草、煮卵、ライス、ダイムも注文してしまったんですよ。なので本当に昨日の時点では気持ちが盛り上がって盛り上がって盛り上がって、前向きさ、ポジティブシンキング、もう最高潮の状態だったんですよ。なので昨日の時点ではもう絶対出勤する気でいたので、もうお昼をあらかじめ買って、明日の本日ですね、出勤に備えていたんですが、行けませんでした。しばらくの間ね、あの理由でお休みさせていただきました。ですので、この間にお休みの期間に気持ちがどう切り替わるか、心境の変化がどう起こっていくか、まだ分かりませんが、今現在の率直な心境は、もう一回会社へ出勤したいという気持ちはあります。特にね、会社の方で人間関係が何か嫌なことがあったとか、パワハラを受けたとか、おつぼね様がいたとか、そういったわけでもありません。覚えることは多かったんですが、仕事に対してやりがいや充実感も得ることができていたので、もう一回会社に復帰したいという気持ちはあります。ですのでね、ちょっとこれからマックへ行ってきます。ただいまの時刻は2021年7月2日金曜日9時30分に撮影しております。本日金曜日なんですけども、静岡の方が非常に大雨で、車に雨の音が打ちつけております。ですのでお聞き苦しい点があるかと思いますが、ご了承のほどよろしくお願いいたします。マックで朝マックをしてきました。まあ多少ね、気持ち的に前向きさが戻ってきたんですが、私マーシーとして本音を言えば、せっかく9年半ぶりの正社員ですし、復帰したい気持ちもありますが、今現在の可能性としましては、ハーフハーフぐらいです。復帰したい、このままね、逃げずに頑張りたいという思いもある一方、私マーシーの豆腐メンタルで復帰できる自信がないというのも正直な気持ちですので、ハーフハーフです。そして朝マックをしながら、こちらの無料求人情報誌どうもの方で何かいい求人がないかなということで探していましたが、興味がそそられる求人はありませんでした。ただまだ会社の方で出勤日を調整している最中ですので、まだね、勤務する日がまだ確定しておりませんが、しばらく数日間お休みをいただくという流れになっております。少しでも前向きさ、
が戻るように、メンタルがね復帰できるように、いろいろと自分なりにできることをこの3日間の間にしていきたいと考えておりますので、この後アパートに帰りましてブログや動画の編集を行いつつも、気持ち的に少しでも前向きになっていけたらなと思っておりますので、これからも私マーシーを応援のほどよろしくお願いいたします。以上、マーシーでした。